第11回イクメンオブザイヤー2021受賞式が19日、都内で行われ、受賞者にあるジョイ、トハン・ジュンイチ、エグザイルのマキダイ、フィッシャーズ・ノンダホ、アレックス、ラミレスが出席した。イクメンオブザイヤーは育児を積極的に行う男性イクメンを応援するプロジェクトを推進する厚生労働省後援のもと誕生。今回は芸能部門でジョイ、トハン、エンターテインメント部門でマキダイ、動画クリエイター部門でンダホ、スポーツレジェンド部門でラミレスが受賞した。トハンは子供が生まれた瞬間は一生忘れることはないです。子育てを経て新たな発見があり、学ぶ日々ですとしみじみ。ジョイはちょうど1年前、第一子の娘が誕生し、感慨深いですと語りつつ、この前、テレビを見ていた娘がパパ、と言い、見たらゴゴスマに出ていた雄二でした。子供から見ても似ているんだなと思いましたと笑いを誘った。ダホは本当に光栄で、家族と一緒に、受賞を、喜びました。YouTube は新しい職業なので、育児もできるんだぞ。と伝えていきたいと思いますと意気込み。ラミレスは日々の生活の中で、社会は厳しいのでどのように生きていかなくてはいけないのか、教えながら、子供たちからも教わることが多いです。感謝の日々を過ごさせていただいておりますと家族に感謝した。マキダイは息子が誕生して1年が経ちました。誕生したすぐの頃は、パパとしての実感がないというか、日々の生活の中でできることをしていく日々でした。息子から学ぶこともあり、家族で成長できるようになりました。息子が生活に希望の光を与えていると感じていますと伝えた。Thank you.